監督ラボの監督です。開けます。取説すべて日本語表記。ブラシ、そして本体、こちらでございます。シールを剥がします。持った感触としてはちょっと重いなという感覚はあります。こちらの特徴を簡単に言います。スチームが衣類の奥まで浸透、シワを根本から伸ばします。こちらなんですけども、なんと電源をつなぎ約30秒で予熱完了、すぐ使えます。こちらはコンセントは一般的な電源コンセントです。電源を入れたところ、ここにうっすらとわかるかな、ボタンはここ一つのみ、ジーという音ですね。こちらハイパワーで強力なスチームが吹き出し、衣類奥の繊維まで浸透、綺麗にシワを伸ばしながら型崩れを直します。本体は90度曲げれます。ここまでコンパクトになります。こういった形でちょっとこうやってやって、こうやったりとかね、傾けても使えるし、袖口や裾、細かい部分にすぐ効果を発揮することができます。ハンディタイプというわけで、衣類をハンガーにかけた状態でシワを伸ばしたり、素早くアイロンをかけることができます。ではこちら水を入れていきたいと思います。たっぷり入れてきました。ひっくり返してもこぼれません。セットしていきたいと思います。こういった形でロックかかります。ちょっと押しますね。お、出てる出てる出てる、結構パワーありますね。で、一回押すだけで持続噴射、指をずっと押す必要はありません。本体の水タンク大容量 200ml、 1回の注水で約20分使えます。煩わしい水の補充や操作の手間を最小限に抑え、ストレスを軽減してます。ちょうどこちらですね、洗濯をします。シワができている服がありますので、実証していきたいと思います。はい、終わりました。いかがでしょうか。左側がアイロンをかけていない、右側がスチームアイロンをかけた状態となっております。30秒ぐらいやっただけでこれぐらいの差が出ますので、めちゃくちゃ利便性があるかと思います。こちらハンディースチーマーなんですけども、アイロン台を置くことでスチームアイロンとしても利用することができます。袖や襟、スラックスの折り目などくっきり仕上げたい時にはアイロン台でやる必要があります。こちら内部温度が上昇しすぎると電流が自動的に遮断される安全機能が搭載されております。無駄な電気消費を防ぎ、タンク内の水がなくなった時は自動的に運転をストップ、体の心配もありません。またこちら付属のブラシがありますので、いけます。はい、毛玉取り、髪の毛だったりをこちらで絡め取ることができます。衣類以外にもこういったカーテンだったりソファー、あとはぬいぐるみなんかもこちら1本で利用することができます。いかがだったでしょうか。5000円以下で買えるハンディのスチームアイロン、興味がある方はぜひ概要欄をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。